はい、創業115年店内工房のあるジュエリーマーの篠原です。先ほどですね、お客様からですね、手作りのお弁当を頂戴しました。篠原も田中屋に長くお世話になっておりますが、手作りのお弁当っていうのはとても数が少なくてとっても嬉しいです。早速開けてみたいと思います。すごいコラーゲンドリンクまで入っております。そしてですね、こちらが柚子の甘露煮ですね。非常に手間暇がかかってとっても難しいんですね、この甘露煮。お湯で研いで飲んだりとか、はい、とっても体が温まって、はい、嬉しいですね。早速午後ちょっとお茶で飲んでみたいと思います。あとこちら生姜飴、喉に優しい飴です。すごい。こちらはですね、もち米を使ったおこわでしょうかね。あとこちらにですね、生姜の、甘酢漬けですね、こちらの方が入ってます。あ、とっても美味しそうですね。こちらのお弁当を食べて午後からも仕事頑張りたいと思います。ごちそうさまです。